この前の冒険会で凍った海へ行き、白熊を見つけたわけですが、その際白熊を飼ってほしい、という、コメントが視聴者さんから寄せられました。無茶を言うな。動画見たんでしょ？僕思いっきり襲われてたよね。あんな凶暴な獣を自宅で飼えるわけがないじゃないか。ということで、考えました。良い子のみんな、僕が白熊役をやります。白熊の生態について一緒にお勉強しましょう。まず、白熊は寒い場所に住んでいます。どれくらい寒い場所にいるのかというと、実は、すごい寒い場所にいます。そこで餌食べたり寝たりしています。熊はね、鮭が好きなんだよ。うおおお、鮭だー。鮭だ鮭だ鮭だー。鮭大好き。I love 鮭。北極の中心で愛を叫ぶ。呼吸を忘れるほど鮭を心から愛すのだ。何やってんだろこの人。あとねー、熊はねー、栄養をいっぱい補給したいわけ。だから栄養豊富な鮭の卵を食べるのが大好きなんだよ。いくら美味しいです。あ。白熊レーダーが2粒のイクラを感知しました。地球現場に急行せよ。ふくよかに育った鮭のイクラ。いただきまーす。いや、下の方にも1粒イクラがあったな。